ロールスロイス・エーボン、エーボン、エーボンは、ロールスロイスが独自開発した、初の軸流式ターボジェットエンジン。堅実な設計が走行して、航空機用の生産が1950年から1974年まで、続けられ1万千機以上がなされたのみならず、船舶、産業動力向きがスタービンエンジンとしても、減用中である。イギリスで開発され、 第二次世界大戦集結時には、すでに十分な実績を積んでいた、遠心圧縮式、ターボジェットエンジンは、当時最大級の推力を誇った、同社製の任意も含め、機械的限界から、性能向上の余地がほとんどなくなりつつあった。従って、遠心式よりも構造は複雑化するが、象形で、制御パラメータがより多く取れ、発展性のある軸流式への転換は、 技術的必然だったが、後退翼と同様に、軸流式ターボジェットエンジンの分野でも、独走状態にあった独の技術者は、配線と同時に、ベソが奪い合う形で自国に招平していたため、A 物は独自開発を余儀なくされ、スタートラインから大きく出遅れていた。プロトタイプの車内コードは、a j 十五アクシャルジェッツ、軸流、ジェット、水力六五百 l b f のいで、 早くから、その可能性に着目していた、元空軍小技術交換、アラン・アーノルド・グリフィスの基本設計に基づき、巧妙なレシプロエンジン、バーリンの主任技師以下のチームも加わって1945年に開発着手、1947年に初ヒールされたが、サージング問題の解決に手間取り実用化が、大きい遅延したため、搭載予定期はのきなみ、A、ボンの供給開始を待つ。 状態に陥った。このエンジンは、軸流式エンジンの実験であると同様に、もし成功すれば、水力後、000LBF の任意を代替する、ことを意図していた。原型は、アラン・アーノルド・グリフィスによって設計された、単軸式で、当初、8段、あとに10段の圧縮機を備える設計で、空気流量150ポンド、エステ総圧縮比7.45のアクシャルジェッツ、6、 500LBF を意味する AJ65 として知られた。開発は1945年に始まり最初の試作機は1947年に製造された。複数のマイナートラブルにより導入は遅れた。最初の A ボンは2機の A ボン RA2 を搭載するように改造されたアブロ・ランカストリアンによって1948年8月15日にから飛行した。 改良と強化された A ボン200シリーズが検討され、その結果初期の形式とは一部の部品を除きほとんど共通点のない別物といっても良いエンジンが完成した。それにもかかわらず A ボンの名前が適用された。圧縮機はアームストロングシドレーサファイアに使用されていた圧縮機を元にした完全な新設計の15段式の圧縮機を取り入れただけでなくの他にも多くの改善が。 施されたイングリッシュエレクトリックキャンベラ B2 に搭載された、原型の水力の 6500LBF の RA-3MK-101 エンジンは1950年から量産が始まった。類似の派生機種は、キャンベラ B6、ホーカーハンター、スーパーマリンスイフトでも使用された。改良型が間もなく開発され、水力の RA-7、 MK114 はデハビランドコメット C2 に搭載され、水力 9500LBF の RA14、MK201 はビッカースバリアントに搭載され、水力1万 LBF の RA26 はコメット C3 とホーカーハンターイ6に搭載された。AA ボンを動力とするデハビランドコメット4は1958年に Z 機による 初の定期運行を開始した。この系列は最終的に水力 12,690LBF、アフターバーナー使用時 16,360LBF を生み出すイングリッシュエレクトリックライトニングの後期型に搭載された RA-29MK301 に2まで発展した。他に A ボンを搭載した航空機には 環状戦闘機のデハビランドシービック戦やフェアリーデルタが含まれる。A ボンは同様にスウェンスカフリーグモートル、現、ボルボエアロにおいても RA3MK109 が RM5 として、そして水力 17,110LBF の改良型の RA29 が RM6 として、ライセンス生産された。 RM5 はサーブ32乱戦の動力として、RM6 はサーブ35ドラケンの動力として、搭載された。量産は、ベルギーのファブリックナショナルでも、同様に行われ、300機の A ボン113や、多数の A ボン203が生産された。アメリカにおいて A ボンは垂直着陸機である、ライアン X-13A ライ、バーティジェット、 RA-28 から49を搭載に使用された。オーストラリアでは A ボンはデートして知られる回マイナス86、セーバーを大規模に改良した機体に使用された。A ボンの生産は1974年まで大半は、シュドカラベルやイングリッシュエレクトリックライトニングに使用するために継続され、1万1000機以上が生産された。エンジンは時間の経過とともに、 印象的な安全記録を樹立した。A ボンはイギリス空軍のキャンベーラに使用された p r 9が2006年6月23日まで運用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。